今日、詳しくお伝えするのが派閥政治にノー、菅発言の波紋と真意です自民党の菅前総理は昨日夜、訪問先のベトナムで岸田政権に対してこう発言しましたその原因として挙げたのが派閥の存在 総理就任後も岸田総理が派閥のトップを務めていることに疑問を投げかけました。菅前総理の真意は？自民党担当キャップが詳しく解説します。ここからは政治部の木村裕太与党キャップに伝えてもらいます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 さて菅前総理の発言が波紋を広げているというわけなんですが、これ、菅さん、自民党内ではあの発言、どのように受け止められてるんですか自民党内では、ですね、まあ、菅さん、ついに出てきたか、珍しいなどといった、<お>まあ、同様にも近いあの声が出ていた印象でしたざわついてるんですね。はい、ざわついてます、はあ そして、ですねなん、はい、でかというと、ですね、うん、この菅さんはこれまでずっと岸田政権の批判を控えてきたんですね、えー、なので、今回、カメラの前で発言したので、かなり永田町がざわついたということなんです。えー、それであの そうですね、で私のところにもです、ね、あの自民党議員から連絡がありまして、<え>菅さん、なんて言ったのって、これ、なんか細かく内容、を喋った内容教えてよっていうようなことがあったほどなんで、やはり相当気にする人が多かったというような印象です、うんはい、そしてその発言を聞いていただきたいんですけれども、今回、派閥という言葉を使いながら、岸田政権の政治に疑問を投げかけたんです。まあ、総理大臣というののは国民全体の 戦闘に立って汗を流す立場にあるこういうふうに考えております。ですから、まあ歴代の総理大臣の多くの政治家もですね、派閥から出て総理を務めてられたのではないかなというふうに思ってます。派閥の意向に優先するのとはたつべきではないとそういうふうに考えてました。 はい。 あの菅さん自身はです、ねまあ、無派閥、派閥には入っていないんですけれども、まあ、この,あのインタビューの前に受けたあの雑誌のインタビューに答えてるんですけれども、<え>こうおっしゃっています、国民の声が政治に届きにくいと感じている方も多いと思います、私はその一つの要因に、派閥の存在があると考えます、まあ、ここでも派閥の存在というものに疑問を呈して、まあ、岸田政権に対しても疑問を呈しているということなんですねつまり、この派閥のせいで、今の岸田政権は国民の声を吸い上げられていないと。 どういう主張ですか。まさにあの菅総理、菅前総理の発言を取るとそういう意味になります。でここでちょっとはですね、自民党の派閥についてあの簡単に解説したいんですけれども、まあ自民党にはですね、まあ安倍派、茂木派、麻生派などですね、六つの派閥があります。はい、でこの派閥にですね属するとまあメリットがあるんですね。まあメリットまあ一つ目はですね、例えばその議員個人個人がその主張したりとか行動するよりも派閥単位でまとまって行動した方がまあ党内の影響力が大きくなって、よりあの政策などが反映される可能 能性が上がるというメリットがあります、はい、そしてもう一つメリットよく言われる話ですけども大臣などの人事ここにあの派閥のトップを通じて時の総理に働きかけることで希望が通りやすくなるという人事上のメリットがあると言われています、はい、そしてこの岸田政権ですねこの6つの派閥のうちですね 特にあのまあ、岸田さん自身がつあのトップを務める岸田派、そして茂木派麻生派、この3つの派閥を軸に政権を運営しています。まあ、この3つの派閥主流派と言っていいと思います。で、そしてですね。あのこちらの映像をご覧いただきたいんですけれども。えー。 これはですね、年明けの1月5日、あの岸田総理が年始に初めて自民党本部を訪れた際の映像です。で、ここに岸田総理のもと訪れたのがまさに麻生副総裁、そして茂木幹事長だったんですね。これ年始真っ先1月5日ですから、その年始早々3人だけで会談を行ったと、この3つの派閥がいかに中枢かということがこう表されたあの。 象徴している感じがね、こういうことが起きると、ですね党内からどういった声があるかといいますと、こちら、まあ、岸,田さん岸田派はあの岸田さんがトップですから、まさに岸田派の意見が優先されるんじゃないかとか、この3つの派閥の意見だけが優先されるんじゃないかというような、あのまあ、ちょっと不満のようなものが、まあ、現に今も党内に一部ではあるという状況なんですね。でえー、そうですねはい でそれで、えー、そもそもですね、えー、とこれまで例えば。 安倍元総理や小泉元総理は総理に就任した際には派閥を抜けていました。まそのそのことでこれはさっき言ったようなですねあの不満を抑えるまそういう意味合いがあったんですけれども、今回あの岸田総理は就任後もトップを続けていますから派閥のトップにいながら総理やるというのはま異例のことと言えます。まこれに対して菅前総理はこの派閥を優先して国民の声を聞けていないんじゃないかと岸田,岸田総理に対してアドバイスのようなものを送ったとも言えます。なぜその異例の対応 関連に沿わないでそのままトップを続けているんでしょうか岸田さんは。 やめるこことはでできななかったんすす、はいはい、それがですねこんな話がね話ありますあの岸田総理、ですね総理に就任する際に周りの議員から、まあ、派閥を抜けた方がいいですよというような<ー>あのアドバイスをもらっているんですね、はい、ただ、ですねあのその岸田派の議員に聞きますと、本人は抜ける気がさらさらなかったそうなんですね、お<ー>でさらにですねこう総裁選の時に岸田総理はですね派閥からの支援で総理大臣になってますから、なかなか派閥を今すぐ否定するというのは難しい状況だと言えます。 はい、あの冒頭でその菅さんがこうした発言するのは珍しいという声が、ね、ありましたけれどもじゃあ、なんで、まあ、あえてなのか今、このタイミングであの発言をしたんでしょうか。 あのまさにです、ね、その理由なんですけれども、うん、あの岸田総理にものを言える状況が整ってきたということが言えると思います、うん、で大きく分けるとです、ね、2つ理由があるんですけれども、まず1つ目ですね、まあ、支持率の低下です、はい、これあの、最初7割近くあったのが、もう今、3割と言われて、まあ、支持率が下がっているとよく言われますけれども、うん、まあこれ、最大の原因となったのはです、ね、こちら、ちょっと懐かしいですけれども、あの大臣の自任ドミノがあったと思います。はい、山ささささんさんんん花寺田さん、うん、秋葉さん この四人のですね、所属する派閥をちょっと見てみるとこちらです麻生派岸田派茂木派なんですねさっき言った主流派の三つの派閥からの大臣だったんですね、はいはい、まさに三つの派閥からってことだったんですね<ー>、はい、なるほどそういう関係性があるわけなんですねこれ条件なるほど、はいはい、ちょっと不利になりますね岸田さんにとっても派閥というところ、はいはい、もう一つ理由があります はいそれはですね4月あの3ヶ月ぐらい後ですけれども、統一地方選挙があります、まあ、この知事や市長などを一斉に決める選挙なんですけれども、この統一地方選挙ですね焦点となると見られているのがこちら、あの防衛増税ですね、あの防衛費の増額に伴うの増税の議論です、その増税議論ですね、まあ、あの去年、自民党内でもいろいろありましたけれども、その議論に再び火がつけば、反岸田の動きが出る可能性があるんですね。はい、そんな中で まこれから菅さんはどういう風うに動いていくんでしょうか。はい。うん、えー、はいある派閥の幹部に聞きますとこう言ってます。発言には政治的な意味がありそう。そろそろ我慢できなくなってきたのでは、うん、というんですね。<お>でここで注目の裏情報がこちらです。はい。発言の先に見えるのはあの人の姿。誰でしょうか。はい、これあの人とはですねこの方ですね。 えー、河野太郎デジタル大臣ですこの菅前総理とは、ですねあの河野さんあの、距離が近いということで、長田町知られておりまして、はいまあ、菅さんとしては、ですね河野さんに、まあ、ゆくゆく総理になってほしいという、あの菅さんはそう思ってるんですね。はい、で今日ですね、あの立憲民主党の,あの安住国対委員長はこう言ってました、あの自民党に不満がたまっている証拠、これ、菅さんの発言がまさにその自民党に不満がたまっている証拠だと思うと言っているんですね。このでその来年にはですね自民党の総裁選があります。 その総裁選に向けてですねそうした不満がこうど,んど,んどんどんくすぶって、はい、そしてうねりのようなものになるとするとじゃあそこのタイミングで菅さんがまあ河野さんを総理大臣に。 ががあるると言えそうううですすさ、えー、さん菅さん菅動き出ししていいようですがあ本当にそう思いましたねああただし、私、菅さんというのは河野さんを一押ししていることは事実だと思うんですけど、えー、河野さんの国民人気があることは間違いないんですけど、えー、自民党が一本化できるかとか非常に難しいと実は思ってましてねもしかしてまとまらないんだったら菅さんだってっていう感じで<え>以前の時の菅さんとは違うところが今回の国葬の儀でも。 ちょっと存在感を出しましたし今回もこうやっておっしゃってるっていうのはまだまだ政治家は枯れないもんだなって見ておりますが。